次に歌わせていただく曲は、私が小学校3年生か4年生ぐらいの時にですね、歌ってた曲なんですけど、それを久しぶりに、歌ってみようかなと思って、はい、私が初めて洋楽を歌った歌なんですけど、すごい心にグッとくるようなすごい綺麗なメロディーで、それでちっちゃい頃からすごい好きな曲なんですけども、はい、久々に歌ってみようかなと思います。ちょっとお水飲みます。はい、それでは聴いてください。クリスティーナ・アギレラのハート。ありがとうございます。クリスティーナ・アギレラのハートでした。